ブルーシックス、ブルーウィング、ブルーセブン、ブルーウィングと。あ、じゃあ自分もブルーウィングに詳しちゃダメだ。どれだ、これか。 OK、 アンドック。お、早っ。操縦桿、戦艦は操縦桿で操作しないので、いつも、戦闘機を使う時だけ操縦桿を出してくるという作業ですね。はい、今乗ってるのがノバ、アルゴンの M3 ですね。かっこいいノバ。で、ブルー小隊に俺を守れと指示を出すと、こういう風についてきます。ちょっと一回止まりましょうか。来ました。ブルー正体、落ち着きね、止まれ、落ち着きないぞこいつら。あ、これラインフォーメーションになってるな。ラインよりもっとかっこいいフォーメーションがあります。あ、デルタになってる。ライン、X デルタ、ピラミッド、 X デルタにしてみようか。 X デルタフォーメーション変形。あ、こういうことか。じゃあ X デルタでいこうか。配置がおかしいよな。2人副艦を置いたはずが、副艦が端っこに寄っちゃってるんだけど、人望ないのかな。まあいいや、じゃあ行きましょう。仕事を探しに行きましょうか。サウスゲート、どっちだ。サウスゲートあった。あ、鬱陶しいこいつら、うろちろしやがって。セナが溶ける。どうしよう、フォローミーにしよう。フォローミー、ちょっとマシになるかも。あ、ならない。今回はエンペラー、あ、貿易船がどっかで頑張ってるらしいですね。パラニットに褒められました。わあ、お前ら免許持ってんのか。ちゃんと心配だわ、不安だわこれ。ブルー正体、これも組んだばっかりだからな。まあなんとかなんでしょう。うわ、ノバかっこいい後ろ姿。あんま乗ったことないからな。だいたい戦闘機乗るときは M5 しか乗らないから。っていうのは M3 だと追いつけないんですよね。
敵の M5 に追いつけないから、すっごいこう戦闘が時間かかってる。お、まだ仕事ある。どこだ。まあいいや、仕事くれ。あ、やばいかもしれない。ベリーハードだ、ベリーハード。しかし報酬も21万 受けましょう。ブルーチーム、なんていうの、ブルー正体の力試しですね。よし、ブルー正体追撃だ。あ、もう来た。敵の状況は M3 1機に M5 4機、しかも真後ろにいる。ブルー正体、まず M3 を狙え。敵の対頂角を狙え。行くぞ。やば。お、よし、行け。おお、俺まで撃つ気か、お前ら。見境がないぞ、おい。よし。ヤキ、ライジン、センテノル。訓練されてない兵士は敵より怖いっていうのは本当だな。よし、ミサイル、オーロラミサイルを撃つ。いた、自爆した。そうか、もっと速度を落とさないと。今ミサイルより速いからこうか。なるほどね。一回止まらなきゃ撃てないミサイルって使えるのか。そして外れた感がもうすごい。M5 早い。当たれ。よし。頑張れ味方。お、降伏しやがった。次だ、ブルー正体残存。ブルー2生存、ブルー3生存、ブルー4567生存。お、生きてんじゃん意外と。もう全滅してるかと思ってた。あー、 M5早くて追いつけない もう少し、2キロ、 2.5 キロ、 2.3、 2.2。 発射。よし、まだいる、まだいるな。3キロ。ラダーオプティミゼーションを上げたせいでちょっと狙いが定めづらい。早すぎる。よし、コンプリート。
全滅覚悟してたけど意外といけるもんだな。よし、ブルー小隊は全員無事。やるじゃねえかお前ら、意外とやるな。そして戦闘中に一人確か降伏して戦闘機降りたはずだから、これか。どこだ、あったあった、よいしょ。ヤキの雷神だねパラニットの M4 を改造したやつだと思う。ダッサ、虫みたい。これどっちが前か分かんないし、こっちが後ろです。あーっと危ね、 100m ぐらいまで近づいてる。ここでクレイムして、よし、修理すると、その場で修理走行が 60% まで下がったから 40% 分回復させてあげないと。10と、よし、じゃあノバに戻ろう。ダメで、この雷神、雷神じゃねえや、雷神は修理はしたからエクイプメントドックに向かわせればいいのか。これじゃない、行ってこい。飛んでる姿は結構かっこいいから、よっしゃ。その辺に敵の落としたミサイルがいっぱい落ちてるけど、ワイルドファイアミサイルという、まあなんかね、ちょっと古いミサイルなので拾う価値はないでしょう。次の仕事どうしようかな。とりあえずブルーウィング戻れ、ブルーウィング戻れ。仕事がなくなってしまった。誰か戦闘ミッション出してる人はいないかな。ない。どっちに行こう。じゃあパラニット星系まで旅しようかな。